皆様こんばんは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は7月の17日金曜日、1週間お疲れ様でした。私の声も案外枯れていてごめんなさい。今日もちょっと聞きづらいかもしれません。でもできるだけ、分かりやすく大きな声でごめんなさい、ボロボロですねすみません。できるだけ大きな声で分かりやすくお伝えしたいと思いますはい、今日は3つの車の色からお選びください。一番左が黄色の車、こちらが1番、真ん中のブルーの車、こちらが2番、そして一番右の赤の車、こちらが3番となっております。タロットカード、ルノルマンカードそれぞれ出しております。カードからの直感で選んでいただいてもいいかと思います。はい、できるだけ大きな声で頑張りたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の黄色の車の方、お待たせしました。それではね、カードを開いていきたいと思います。まずお二人の、現状を知る、どんな現状なのかということ、はい、まずルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、こちらですね。さて、どんな現状かな、見てみましょう。はい、ワンちゃんと道のカード。なるほど。今2人は分岐点にいるのでしょうか。これが例えば友達になるか恋人になるかっていう人もいるかもしれないし、友達から恋人になるかっていう人もいるかもしれないし、何かお二人はこう今どっちの道をね、猫のね、右と左どっちの道を行こうかなっていうところで、なんか失礼いたしました、どちらの道でね、こう迷ってるか、こうそういう今こう岐路に立ってるのかなっていう感じがするんですよね。これがこうどっちに進むのか、なんかね、友情を優先するのか、友情から恋人になるのか、恋人から友情に戻るのか、なんかね、そういう感じがね、まずね、現状がね、します。じゃあちょっと頭の中の気持ち、はい、今回ね、タロットね、3枚引いてます。はい、まず見てみましょう。カップのクイーンのリバース。ちょっと先にカード引かせてください。審判。白黒つけたい。ね、復縁したいっていうことも考えられる。はい、これは何でしょうか。デビルか。なるほど。お相手の気持ち、そうですね、なんかこうあなたへの気持ちっていう意味ではものすごく しっかりあなたにあるんですよね。なんかこう、なんかこう、私このデビルのカードを見るとなんかクレイジーフォーユーっていう、なんかこうそれぐらいあなたに虜だよみたいな、そういう感じのイメージを受けます。ただこのお相手様、迷ってる部分もあるのかなと。なんかあなたのもちろんいいところ、そうじゃないところ、こう分かっていて、でもそれでも好きだっていう気持ちの方が勝ってはいるんですね。勝ってはいるんだけれども、でもっていう感じで、これ本当ね、ちょっとどっちに行くのかなっていう感じ。それがね、とてもしますね。なんかこう、あなたの、ちょっとね、感情的に波があるのかなと思ったりしました。テンションがいわゆる高い時とそうじゃない時、その差が激しかったり、なんかね、そこにもしかしたらちょっとこのお相手様は疲れてる部分があるのかもしれない。で、普段はあなたが優しかったりとか穏やかだったりとか癒してくれたりっていう、そういう存在なんだけれども、ちょっとね、その時のテンションによって差があってしまって、このお相手様はそれに振り回されることも疲れてしまっている。でもすごく好きだしなっていう、
かね、ちょっとそういう好きなんだけど迷っている、大好きなんだけどっていうところがまず頭の中で感じられるかな。じゃあちょっとこちらのカード3枚じゃちょっと引いていきましょう、ね、好きなんだけど迷っている、心の中、眠る前はどうなのって感じですね。ちょっと待ってくださいね。なるほど。はい、これがね、ちょっと心の中の気持ち、眠る前の気持ちっていうことなんだけれども、やっぱりこれは、あなたと一緒になりたいっていうことを、これは選びそうですね。こうね、なんやかんや言いながらも、このお相手様はあなたとのご縁、この強さっていうのはすごく分かっていて、こうあなたとやっぱりこう二人きりになりたいみたいな、ね、これねハネムーンっていうカードですよね。そして、ね、まあ、ちょっとこれもハネムーンベイビーって言ったら分かりやすいんだけれども、やはりこうあなたと人生をこう共にしていきたいっていう気持ちの方が、なんか心の中で分かっていますね。なのでね、ここの道の選択っていうのも、でこれから続けるかそうじゃないかっていうことかなと思ったんだけれども、まあ、こちらのカードもね、結婚っていう意味があるので、あなたとこれから続けるか、それとも結婚するか、なんかね、その選択、その岐路なのかなと思ったりもしました。なのでこの心の中の気持ち、頭の中の気持ち見ていると、やっぱりこうね、あなたのこう例えばね、ネガティブな部分、それがある、これね誰でもそうだと思うんです。完璧な人なんていないしね。で、あなたのネガティブな部分、そこも含めた上で、やはり僕は、私はあなたのことが好きだっていう風な形、離れられない二人。そして、もうね、君と僕はね、おそらく、ソウルメイトだろうっていうご縁の強さとかもあって、なんかね、二人きりになろうっていう意味もあるし、実際本当に旅行に行きたい、ハネムーンに行きたい、そういうことも考えられますし、そして、子供を持ちたい、そこまでこのお相手様。なんか二人がね、岐路に立っているかもしれないけど、このお相手様はあなたと一緒になる、それを、なんか心の中では、眠る前の気持ちっていう意味では、あなたと一緒になりたい、そう思っているのではないでしょうか。はい、これが一番の方です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ2番のブルーの車の方、お待たせしております。じゃあお二人の距離感、関係性をまずこちらルノルマンカードで開いていきたいと思います。家と怒りというカード。はい、これは、そうですね、一緒に住んでるのかなとか、あとは2人の関係がとても幸福で、安定している、そういう感じに見えますね。安定感がとてもあります。結婚間近な方、もしかしたらいらっしゃるのかな。はい、じゃあ頭の中の気持ちです。はい、じゃあ見てみましょう。
お、カップのページのリバースか。タワー、さてどうしたんでしょうか。これは、さて何何？皇帝の正位置。さ、どうしたんだろうね。はい。ここではね、とっても安定感。それがあるんだけれども、今このお相手の方、全くちょっとね、これ、余裕がないのかな？仕事が忙しい？なんかこう、恋愛への、こう、あなたへの気遣いがね、ちょっとできないぐらい、このお相手の方、例えばトラブってたりとか、あなたとね、喧嘩してるとかっていうのは全く見えなくて、このお相手様の方に何かあったのかなと。どうしたんだろう。ちょっと待ってくださいね。何かこのお相手様の方で、あなたに対して、こう言ってないんだけれども、ちょっと悲しい出来事、そういったこともあったのかしら。ちょっと心の声見せてください。それでね、トータルで見ていきましょう。ね、こんなに安定のカードが出てるのにね。寂しい？ちょっと待ってね。ね、やっぱり結婚のカード出てるよね。さてさてさて、はい、見てみましょう。なるほど、はい、わかりました。はい、やっぱりね、お二人の関係とても安定していて、もうね、こう、結婚間近、一緒に住むの間近、そういう感じがします。なんかもうご両親への挨拶も終わったのかなとか、なんかそれぐらいこう具体的な二人の様子っていうのが感じられるんですね。で、このお相手様、確かに仕事忙しいのかなと、とても頑張ってるのかなっていうところ、すごく見えるんだけれども、なんかこう、あなたと一緒にいるにあたって、本当に私でいいの、僕でいいのっていう、自信がこう、なくなってる部分があるみたい。だからこれ、マリッジブルーとか、そうだな、もしね、こう、ご両親への挨拶がまだって感じであれば、なんかこう、そのことに対してちょっとこう、不安？なんかこう、自信のなさ？なんかね、それがね、すごく現れてるような感じがするんですよね。でもじゃあ、心の中見ていくとどうかっていうと、やっぱあなたへの愛情というか、もう結婚っていうカード、信頼っていうカード、このあたりしっかり出てるので、あなたのことが大好きなのはもう本当にこれは変わらない。ただ、なんかね、心がロンリーになっているというか、不安定さ、それがね、すごく出ているのかなっていう感じがします。で、このね、2番のお相手の方、どっちかっていうとね、プライドが高くって、なんていうのかな、全部自分で頑張らなきゃってこう、背負っちゃう部分があるような気がするんですね。なので、案外、器用な部分とか、弱音とか、なかなか吐けない部分があるみたい。ただ、このお相手様の内面ってものすごく繊細。そういうところが感じられるので、このお相手様はあなたと一緒になりたい、結婚したい、これからも一緒だっていうこの気持ち、ここは全く変わらないんだけれども、このね、内面のナイーブさ、そこに対してあなたがフォローしてあげる。ね、なんか今度例えばですよ、今度親に会うけど、なんか例えば何々さん、何々くんだったらきっと大丈夫だよとか、こう、そういう、こう、あなたなら大丈夫だよっていう、優しい、あなたからの励まし、心の寄り添い、それがあると、このお相手の方は、みるみるうちに、もう自信とか、パワーとか、エネルギーとか、そういったものを、プラスのエネルギーに変えて、この気持ちがね、
聖地になると思います。今ねもうリバースに出てるんだけれども、こうシャキーンと聖地になると思うし、このね自信がない怖いっていう気持ちも、もうこれもね全くね別のカードに変わるだろうと思います。ね、なんかすごく怖がってる部分あるみたいなんだけど、それはあなたのことが大切だから、だからこうね緊張してるとか、そういう風に見受けられました。すごいです。やっぱりねここでもね結婚かなと思ってたけど、やっぱここでもこれだけいいカードが出ました。お相手は、はい、あなたと結婚したがってます。もうズバリこれは結婚行くでしょう、そんな感じがします。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。はい、3番の赤の車の方、お待たせしております。それではお二人の状況、まずルノルマンカードで見てみましょう。はい、じゃあこれ開いていきますね。お、コウノトリと鳥、なんか鳥鳥シリーズですね。お二人の関係、はい、これはまず、連絡取れてる、お話をしている、どうかな、片思い中、なんか二人の関係が若干不安定、なんかねそんな感じがするな。でもね悪い風には見えない。こう、これからこう どの方向に行くのかなっていう気がしますね。こう付き合ったりするのか、子育て中っていう意味もあるし、ちょっと待ってくださいね。とりとり、なんか友達感が今は強いのかなって感じがちょっとしました。頭の気持ちから見せてください。はい、開いていきましょう。戦車のリバース、バンドの9のリバース、ワンドの3のリバースか。なるほど。これはどっちかって言ったら、ちょっとこれ、片思い色とか、そうだな。こう、あの人と、ね、こう、よりを戻したいけどっていう意味の片思い？なんかそんな感じなのかしら？ちょっとね、心の中の気持ちも一緒に見せてください。おー、なんか今から始まる関係？本音を言えない、ちょっと待ってね。わお。なるほど。ちょっと待ってね、これはこのねお相手の方、何をこんなにね足踏みをしてるのかなっていう感じなんですよね。あなたとはこうねお話をしてたりっていうことで、コミュニケーションはねしっかり取れているお二人に見えるんです。ただね関係性がね、こう付き合ってるのか友達なのかっていうのが正直ちょっとね分かりづらかったんですよ。で、頭の気持ちを見てると、なんていうのかな、こう、あなたに、こう、進んでいいのかな、みたいな。なんか連絡していいのかな、っていう感じで、すごく、弱い、怖いって感じで、なんか進むことが怖い、進むことができない。なんかね、そういう、ちょっとね、消極的な気持ちが、頭の中では感じられたんですね。じゃあ心の中ではどうかっていうとね、本当は頭の中ではすごく怖がってるんだけど、進んでいいのかなっていう不安、それすっごくあるみたいなんだけど、でもこれですよね、ね、好きっていう気持ちをあなたに伝えたい、表現したい、本当はこのね今の
まあこれやっぱお友達かなと思うんだけれども、この関係から脱皮したいとこのお相手の人は思ってるみたい。ただ心の中でもやっぱり迷ってる部分があって、ね、仮面をつけていて、素直になれない、本当に素直になっていいのっていうところで、この辺りともちょっとこうリンクしてる感じなんですよね。でもやっぱりほら見てください、ね、このお二人キスしてます、ね、あなたとお相手か、お相手とあなたか、ね、やっぱりこういう関係、もういわゆる、まあ、あなたとの触れ合いですね、あなたとのお付き合い、そういうことをこのお相手様は望んでいる。ただ、とってもこう今のね、この友達っていう関係から前に進むのが、今はこのお相手様は怖い、自信がない、そういうふうに見受けられたんだけれども、でも心の中っていうと迷いあるんだけど、でもやっぱり君とあなたと、ね、今以上の関係になりたい、お付き合いしたいんだ、好きなんだっていう気持ちがとてもとても伝わってくるのかなと、そういう感じがしました。でね、このお相手様ね、蟹座 違うかもしれないけど、なんかね、蟹の要素がね、すごくある方に見えます。で、どういうことかっていうと、自分をね、守っちゃうの、傷つくのが怖いから。だからそういう意味でも、こう自分からガンガン攻めるっていうよりは、安心安全大丈夫いいかなみたいな感じで、こう慎重に行くところもあるみたい。ただ心の中、とってもあなたへの愛情あるから、あなたからこうちょっとね、いい意味で隙を見せてあげる。そうすると、あ、僕で私でいいんだみたいな、そういう安心感が見えて、スムーズにあなたとのね、あの気持ちだったりとか、そういったことを言ってくれる可能性あるのかなと思いました。よかったら参考にしてみてください。お相手、あなたのことで頭がいっぱいです。おやすみなさい。今日もゆっくり休んでくださいね。